北部州はスリランカの最北部に位置する州。スリランカの中でもシンハラ人が多数派を占めない二つの州のうちの一つである。州都はジャフナ。スリランカ内の少数派であるタミル人がここでは多数派を占めており、かつての独立国であるジャフナ王国の土地であった。現在の民族対立の原点はこの州にあるとされる。また、州の西部は 2009年の内戦終結まで、タミル・イーラム解放の虎の勢力圏で、政府の実効支配が及んでいなかった。北部州は、スリランカの最北部に位置しており、最も近い部分でインドまでわずか22マイルである。インド本土とは、アダムス・ブリッジと呼ばれるサス、サセ地帯で接続されている。総面積は8,884平方キロメートル。周域の多くは、 インド洋に面するが、南西では北西部州、南で北中部州、南東で東部州と接する。北部州の行政価格北部州は5つの県から構成されており、州内には33の軍、912の GN 地区が含まれる。ジャフナのヒンドゥ寺院2012年現在の北部州の人口は105万8762人。スリランカタミルが 多数派を占めており、その他にマイノリティとしてスリランカムーアとシンハラ人が存在する。ありがとうございます。